平ら門は、平安時代中期の伝説上の武将、もしくは妖怪。親王平正門の長男と伝えられており、両直し、両、とも呼ばれる。国文学者の梶原と、八代は、よ門にまつわる説話は三つの系統に分類できると、する。第一は、北家系統で、本庁は家元気。根弱物語集、原稿釈書。 僧名たち蘇生中期などに見えるもの。第2は、地蔵系統で、根弱物語集、地蔵菩薩霊元気にあるクラネン話の中に、登場するもの。第3はそれ以外のもので、東京都西多摩一帯に伝わる三田市の伝承、埼玉県秩父市の白峰山付近の伝承がある。また、後に文芸化された、全太平記、関八周つなぎ場などがある。 ホッ系統とされる、本朝ホッ元気には、坂東のアラム社、吉門は、殺傷を繰り返していたが、空傷というせいに悟され殺傷をやめ、ホッケ業を社協するなどして、土塞店となったとある。ホッ系統は、正門との関係については、記載がない。地蔵系統とされる説話は,は、道の区国の小松寺にいたそう、クラが、地蔵菩薩のご利益を広めたという内容だが、 今昔物語終末期17-8では、クランは、正門の孫で吉門の子とされており、吉門と正門のつながりが現れる。この説話の成立は11世紀初頭にまで遡れる、可能性がある。東京都奥多摩町にある、正門神社には、吉門が正門の旧跡である当地を参敬し、正門の心臓を治め、以来、平尾や王将門社と呼んだという伝承が残る。 マサカド神社は遺体を治めた三田氏の崇敬を集めたとするが、三田氏はマサカドの子孫を自称している。白峰山には吉門がマサカドの菩提をらって、太平明神を創建したとされる。通俗師匠、全太平記では、マサカドの子を身を持っていた妾がヨシカを産み、女像二が引き取り育てた。吉門は後に、女像二にマサカドの維持であることを伝えられ、仇討ちを決意するとある。 その後実談として、ただ三つを襲うが、渡辺綱に打ち取られると続く。この説話において、吉門は仏門に敬する人物ではなく父の怨念を晴らそうとする面が全面に出ている。全体兵器は虚構の話でありながら、歴史的事実を巧みに取り込み作られていることから、高い信用度を持って、金星知史に取り入れられている。全体兵器で描かれた叙像に、 吉門兄弟の話は、関八州馬つなぎや、全地安片中義伝などの金星の文芸に大きな影響を与え、これらの中で描かれる音量のイメージが定着した。ありがとうございます。